マコナコです。今回はラングリッサ 1&2 のレビューでもやっていこうかと思います。まずご覧いただいているのは期間限定ダウンロードだと期間限定、またパッケージ版だと初回封入特典であるラングリッサ 1&2 の昔のイラストを描いた人、その人のイラストがゲーム中でも用いることができるというね、ダウンロードコンテンツが先ほど言った2つのバージョンで存在しています。パッケージ版はもう手に入れるの難しいかもしれませんが、ダウンロード版だと2019年5月31日までにダウンロード買うとね、ダウンロード版をこのキャラクターを用いたクラシックモードが遊べるようになります。これはイラストが昔のバージョンに変わる、このように変わるだけでなく、 BGM もメガドライブ版の音楽を使うことができるようになるというね、それ以外では使うことができないので、もし今後そうしたものがダウンロードコンテンツとして出るかどうかはわからないんですが、その前にね、こういうもの、昔のイラストが興味ある人はぜひ早めにお買い求めください。もうね、なかなか期限があとわずかなのでね、早めにチェックしてみましょう。ということで早速ゲームのレビューやっていきましょう。まず 1&2 ということで、1作目と2作目両方とも入ってます。で、先ほど言ったようにコンフィグでこのようにメガドライブ版の音楽で、私が今持ってるのは2万円ほどする豪華版の方なので、さらにね、他の BGM いろいろと入ってるんですが、基本的にノーマル版の先行特典の場合はこのメガドライブ版の音楽、もしくは通常のね、この 1&2 プレステ4および Nintendo Switch 版で用いられている音楽、これを使うことが可能です。で、グラフィッククラシックモードにしてますが、一旦通常モードにしましょうか。新しいバージョンとしてはこのようなイラスト、また別のイラストレーターが描いた絵になっています。まあ、昔からやってる方だとね、やはり先ほど見ていただいた絵の方がしっくりくるんじゃないかと思います。では早速ゲーム内容どれほど変わってるか見ていきましょう。では早速ゲーム見ていきましょう。このようにね、新しいグラフィック、これでプレイすることもできるんですが、先ほど言ったバージョンのものを買うとマップもね、昔ながらにこのように変えることができます。まあ、ただそれだけなんですけれども、これは好みでね、変えてみるのも良いと思います。これはあくまで通常版ではなくね、先行特典ですので、その点もお間違いなく。では早速やっていくんですが、そこまで大きくは変わってないんですが、昔のバージョンと比べて大きく変わった点というと、 HP の表示が昔は10ポイントがマックスだったのが、今回はどんどんと数字が伸びていくようになっています。今左下レディン120という数字で、これで敵と攻撃するんですが、ここでね、ちょっと上の方を見ていただくと分かるように HP どれぐらい減るかというのが分かります。だがそれだけではなく、予測的中率というものがあるんですよね。で、これがちょっと厄介で、この予測の通りになるかどうかまず分からないで、的中率があるんだけれども、それも結構もうほぼほぼ50-50 ぐらいのね、値になったりもするので、あまりこの的中するかどうかがね、定かでないという問題が結構あって、それによって敵をね、倒しきれなかったり、もしくは倒しすぎて HP 減らしすぎて他の味方にね、倒させようと思っても倒せなかったりとか、そういう問題があるので、ここら辺は人によってはね、昔の、特にメガドライブ版とか昔のバージョンやってる人からすると不満に感じるところがあるかと思います。だがメガドライブ版などね、昔のシリーズと全く同じことをやっていてもしょうがないので、この点はどんどんと数字が上がっていく楽しみというか、成長の楽しみをね、実感できる要素としては、まあ、このね、 HP が10ではないという、こういう風にどんどん数字が上がっていくというのもありなのかなと思います。あとはこのように普通に戦ってね、いくようなゲームになりますので、で、このこういう風に戦闘シーンでカットインが入ったりとかします。今のシーンも昔のグラフィックにすると昔の絵が出てきますんで、まあ、そうしたような感じになります。特に今の HP の絡みと予測的中率、この2つの絡みは多少ね、人によって評価が分かれるところだと思います。もうこのラングリッサーはもう昔でね、すでに完成しているようなゲームなので、まあそこでどういじくるかとなった際にはもうこれぐらいしかね、ないのかなと。で、まあ、いじくってそれでシミュレーションゲームとして
面白くなるのかとなるとなかなか難しいところでね、やっぱりシミュレーションゲームとしての良さも昔はもうあったので、昔の段階でね、それはもう残念ながらというか、多少ねもうルーズな、シミュレーションとしてはルーズな内容になっているのは否めないかなと思います。だが一方、もう今聴いていただいている音楽もしくはストーリーなど、そうしたものを考えると、やっぱりこう淡々とね、もうストーリー楽しんでいく、もしくは音楽こういう風にのんびり聴きながらゲーム進めていくという点では良いのかなと。で、今回分岐がたくさんありますので、その分岐をねどんどんと進めてやっていく、そういうような楽しみ方もできるようになっています。そしてこの1作目に関してですが、新しいキャラクターが追加されてますので、その新しいキャラクターを見るためにもまたプレイしてみるのも良いと思います。まあ、実を言うとレビューといって もうそれぐらいしか言うことないんですよね。まあ、特段それ以外に何か言えることがあるかというとね、もうほぼほぼ完成されているゲームなので、追加で何かを指摘するとかそういうものにもなってないので、まあ、今言ったところ、特に昔やっていたユーザーからすると HP 変わってそれがどうなったんだというところがあるかと思いますので、まあ、その点はね当然変化はありますということ でそれが最終的に良いかどうかはプレイしてそれぞれが思うところがあればね、思っていただければいいんじゃないかなと。先ほども言ったようにシミュレーションゲームとしての細かいところをね詰めていくような部分は失われたものの、どんどんとキャラクター鍛えて進めていく、ストーリーを進めていく、そうした感じの遊び方に変化はしているのかなと。ストーリーが様々な場所で分岐しますので、そのあたりの条件がわからないという可能性もあるのですが、このゲームに関してはシナリオのツリーがありまして、大体の条件が書いてあるので、その条件満たせば別のルート行くのかなとかね、そうしたものを考えながらゲームを進めていくことが可能になっています。またクラスチェンジなども結構気楽にできるようになっていて、先の方のクラスに変えた後でもね、前の方に戻って別のクラスを選ぶ、でまた選んだ後にも即座にまた強いキャラクターに戻すとかもできますので、いろんなクラスチェンジを楽しみつつ、いろんなルートを探りつつ遊んでいくことも可能になっています。ものすごくね強くなるということはないんだけれども、キャラクターがあくまでも最後の強いクラス、それをやってしまえばもうそれ以上は基本的には上がらない能力が、なのである程度のねバランスがものすごく崩れるまではいかないんだけれども、それでもねいろんなクラス変更して魔法などを覚えていけば、またはスキルを覚えて自分の使い勝手の良いスキルを選んでいけば、より戦いが楽になっていく。でそうした中で何度もその強いキャラクターを用いて再度やり直すということもできますので、それによってテンポよくいろんなシナリオを楽しむことができる。特に今回はそのいろんなシナリオをテンポよく楽しむという点ではよくできているゲームかなと思います。といったところでざっくりでありますが、評価レビューということで個人的には十分楽しめてますんで、もしねまだ買おうかどうか迷っている方、特にもうダウンロード版急いでね買わないと、この昔の絵柄がね楽しめなくなりますのでね、もしかしたらダウンロードコンテンツとして出すかもしれませんけれども、そのあたりの情報がどうなっているのか私には分かりませんので、また私が先ほど言った2万円の限定版、これはオンラインショップいくつか限定で販売されていたんですが、いくつかのショップに関しては第2次予約受付みたいな感じで再販するようですので、もし興味ある方はそちらもご覧ください。そのバージョンであればこのクラシックモードも楽しめるようなダウンロードコンテンツのコードが入っていると思いますので、そのあたりは機種名もね間違いないようにプレステ4と任天堂スイッチで出てるので、間違った方買わないようにね確認しながら、そちらのオンラインサイトもねチェックしてみてはどうでしょうか。まあ、キャラーニあたりが一番いいのかなと、キャラーニ .com あたりが、あそこは会員登録しなくても名前とかの記入だけで購入も可能ですので、
いろんなね会員登録して管理が複雑になるということもなくなりますんでね、キャラーニー .com あたりをおすすめしておこうかと思います。ということで今回ラングリッサー 1&2 プレステ 4&Nintendo Switch のね評価レビューということで終えたいと思います。ラングリッサー 1&2 ゲーム実況やってますので、もし興味がありましたら、どんなゲームかね興味がありましたら、そちらの方もご覧になって購入の検討にしてみてはどうでしょうか。今後もさまざまなゲーム実況やってきますので、興味ありましたらそうしたゲーム実況もご覧ください。ではでは。